山本アーセン、敗れてもなお成長の後を見せた。セコンドが見たその進化と手応え。9月29日、金曜日11時48分配信。7、コメント7件。今後への可能性を感じさせた山本アーセン。9月24日、日曜日埼玉スーパーアリーナで開催された、ライジン 44. 今大会でフライ級転向2戦目を迎えた山本アーセンは福田隆也と対戦し、3R に TKO 負けを喫したものの、今後の可能性を感じさせる試合を見せた。アーセンは2020年8月、来人22での加藤健二戦を最後に怪我のため長期欠場。今年5月、来人42でフライ級に階級を下げて約3年ぶりの復帰を果たすと、伊藤祐樹から判定勝利を収めた。 連勝をかけてアーセンが対戦した福田は各団体のトップ選手たちが出場したディープフライ級グランプリで優勝を果たしている実力者。フライ級離れした威力を誇るパンチを得意とするフライ級屈指のストライカーだ。その福田を相手にアーセンは打撃戦を展開し、カーフキックを効かせつつ、左フック、左ストレートからのタックルも織り混ぜて福田を攻め込んでいく。 福田もサウスポーフリッカースタイル、前で押さげた構え、から繰り出すジャブで反撃に転じ、このジャブを受け続けたアーセンの左目が次第に腫れ上がる。そして 3R にアーセンにドクターチェックが入り、一度は試合続行になったものの、二度目のチェックでドクターが試合をストップした。ドクターチェック時に、大丈夫、大丈夫、お願い、やめられない、と試合続行を懇願し、TKO 負けが告げられると、 悔し涙を流したアーセン。バックステージでも、クソみたいな動きをしちゃいました。グラウンドありきで進めるのが元々のプランだったのに、KO で勝てる気がして。バカみたいにカウンターを狙っちゃって、もっと自分を出して、ちゃんと攻めればよかった、と無念さを滲ませた。得意のテイクダウンを奪うことができず、打撃戦で敗れたアーセンだが、試合内容という面ではどうだったのか。 現有 f c ファイターでセコンドを務めた中村智也はアーセンの成長を感じることができた試合だったと振り返る。確かに今回は相手の暇を見て打撃を出しながらテイクダウンする作戦でした。福田選手はテイクダウンディフェンスが上手いので時間をかけてじっくり丁寧に寝技を